タブルタイプのスペクトラムアナライザを入手しました。ご覧の機種で周波数レンジが 9kHz から 1.5GHz のものです。8インチの液晶モニターがついています。内蔵バッテリーで5時間くらい使えます。こんな値段で売ってるところもあった。本体と AC アダプタ、プローブが入るアルミケースがついてる。中華製のスペアナです。スペアナは電波を見えるように波形で表示できるものです。信号入力は N 型コネクタ、出力コネクタもついているが、この機種にはトラッキングジェネレータはついていない。パソコンとつないで使うこともできます。また、USB メモリを挿して画面コピーを取ることもできます。電池が気になったので見ました。ネジ1本で外すことができます。これが充電電池です。9100mAh の結構大きいものを使っています。100% 充電で5時間くらい使いました。電源を入れると製品の宣伝のような画面が出てから立ち上がります。操作はタッチスクリーンと右側のダイヤルとボタンで行います。基本的は操作は未対周波数を入力し、AMPTD というボタンでゲインや表示方法を設定し、マーカーボタンでマーカーを出して周波数を読み取るという流れです。BW ボタンは帯域幅と波形のアベレージなどが設定できます。9kHz からの超波帯を見てみます。周波数の入力は、スタートやストップをクリックしてから、点キーで入力し、単位をタッチします。悪戦苦闘して、やっと超波帯の波形を出すことに成功した。これが、超波帯 9kHz から 75kHz までの波形を見る設定です。これは、家に来ているケーブルテレビの波形です。このように、マーカーと呼ばれる紫色のドットを波形に重ねることで周波数がわかります。このように、レフトピーク、ボタンで、左側の波形の山に素早く移動できます。この辺の波形は、地上デジタルの再送信です。ここは、ケーブルテレビ独自の番組で、BS デジタル再送信、などです。この波形は、地上アナログテレビです。未だに9チャンネルで、ショッピング番組が流れています。この辺は、FM 放送の再送信です。FM 放送の再送信を拡大してみます。この 73MHz の信号は放送ではありません。78、79、80MHz は中和ラジオの再送信です。81.8MHz は NHK の FM 放送。マーカーが若干ずれていますが、88.5MHz はコミュニティ FM です。帯域幅 RBW を狭くするとこうなります。アベレージをオンにすると平均化され波形が見やすくなります。今度は VHF 帯を拡大してみます。これはアナログテレビの9チャンネルです。
この幅の広い波形は、ケーブルテレビ独自のチャンネルで、BS などを有料で再送信しているものですね。専用のセットトップボックスがないと見ることはできません。このようにスケールタイプをリニアにする方がスペアならしいです。VHF 帯の航空無線です。このようにスペアなで見ればどの周波数で電波が出ているか一発でわかります。このスペアなには音声を聞けるようになっていますが、あまり綺麗な音で聞くことができませんでした。屋外に持ち出してスペアなについているアンテナで受信してみました。明るいところでは液晶画面に反射するので非常に見にくいです。携帯の電波が強いです。もっと感度を上げれば FM 放送も見えますが、その他は強い電波はないです。